こんにちは、スタイリストの大山俊です。いやそれにしても毎日暑すぎますよね。今日もですね、37度を超えるような日にですね、 YouTube の撮影しているわけなんですが、通常ですとちょっと頑張ってですね、シャツを着たりだとかジャケットを着たりしながら皆さんの前で撮影をしているわけなんですけども、今日はもうさすがに暑すぎるので T シャツでですね、最初から行きたいなと思っています。そんな今日のようにですね、暑い日のために皆さんにですね、とっておきのアイテム買ってきて全力で解説したいなと思ってるんですが、僕も最近ですね、ちょっとハマっている無印良品でもうまさに夏にぴったりの T シャツを見つけましたので、今回は皆さんにこちらをご紹介したいなと思っています。それがこちらです。はい、商品名が風を通す半袖 T シャツ、価格が3990円になっています。それぞれ購入したのはブラックとカーキの2色で、どちらも M サイズを購入しました。これがですね、無印良品の新作としてリリースされたわけなんですが、まあウェブで見た段階からすごく気になっていたんですね。ただ僕のですね、自宅の近くの無印にはなかったので、まあオンラインで買うしかないかなということで到着を楽しみにしていたわけなんですが、実際に着てみたらすごい良かったので、今回はこちらをですね、実際に着ながら皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ、夏の T シャツは僕の動画の中でも散々ですね、ご紹介してきました。ただ T シャツというのは何枚あってもいいぐらいですね、夏の着こなしの中では欠かせないものですし、今回のこちらの T シャツに関してはパッと見はめちゃくちゃシンプルなんですけども、ある特徴を持っているというところでは他の T シャツとは大きく差別化ができるんですね。そのあたりの仕様も含めてしっかりとお伝えしたいなと思ってるんですが、こちらは商品名にもある通り風を通すような非常に微細なですね、通気口が開いているんですね。ちょっと表面の感じ、動画からはなかなか見て取れないかなと思うんですが、僕は今このようにですね、カメラに向けて T シャツをかざしているわけなんですが、そうするとですね、向こう側の景色が割としっかりと見えるわけなんですね。まあそれぐらい細かな穴がしっかりと開いていて、通気性が非常にいい T シャツになってるんですね。いわゆるベーシックなコットンの T シャツではなくて、ポリエステルを中心としたような化繊の T シャツなんですが、ストレッチが効いていて通気性がめちゃくちゃいいというところで、機能性を高めたような T シャツになっています。最近ですね、このようなアプローチのものがちょこちょこと増えていまして、例えば有名なところで言うとドットエアというですね、素材を使った T シャツなんかが有名かなと思います。まあ、グリーンレベルさんとのコラボレーション動画でもご紹介しましたが、そのような機能的でなおかつ涼しい素材のものっていうのは増えてるんですが、そういった商品の延長線でこちらの無印商品の新作の T シャツが今時期ですね、夏物の新作としてはちょっとリリースはそんなに早くはないんですけども、まさに今にぴったりの T シャツが入ってきましたので、今回は皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではですね、早速こちらの T シャツにですね、着替えていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。よいしょー、ということで早速着てみましたが、いかがでしょうか。まあなかなか仕上がりがいいかなと思います。まずはですね、全体像を見ていただきたいなと思います。僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですけども、今回選んだのは M サイズになっています。今までの無印良品って割とサイズ感としてはベーシックでジャストサイズのものが多かったので、ワンサイズ上げないとなかなか今っぽくないなという感じが強かったんですが、こちらに関しては僕の体型だとまあ S を着る方もいれば M の方もいらっしゃると思うんですけども、このように M サイズを着た状態で適度なゆとりというかトレンド感というのがちゃんと出るような設計になっています。やや緩めのサイズ感ですね。このあたりが例年の無印良品との大きな違いになってくるかなと思います。これまでの無印良品のサイズ感に慣れている方にとっては結構緩さを感じるかなと思うんですが、個人的にはこれぐらいのサイズバランスが非常にいいんじゃないのかなと思います。袖丈はですね、腕の関節よりもやや長めですね。このあたりも今っぽいし、身幅もちょっとゆとりがありますね。まあ、特にこのアイテムというのは真夏に使えるような T シャツなので、あまりタイトなものだと風が通り抜けないので涼しさを感じないかなと思うんですが、アイテムの特性上ある程度ゆとりがあった方が気持ちがいいというところもあるかなと思います。身幅はちゃんとゆとりを持っているんですが、着丈のバランスは決してですね、長すぎないようにバランスが整えてあるので、まあ今っぽいですね、サイズ感をちゃんと取り入れたそんな一枚になっているかなと思います。これだけで
1枚で着て様になる T シャツというところがある程度実現されているんですが、襟元ですね、個人的にはこの辺りの開き方も結構重要だなと思っていまして、個人的にはあんまりガバッと開きすぎるのが好きじゃないんですね。だらしなく見えたりだとか、ネックのラインがこうよれたりするので、適度に締まりがあった方がネックは好きだったりするんですが、かといって夏場なのでモックネックの手前ぐらいにギュッと詰まっているのも暑苦しいので、まあ、適度に開いている感じかな、これぐらいはかなりちょうどいいのかなと思っています。これ以上大きかったらちょっと嫌だなと思ったんですが、バランスのいい襟元の開き方になってるかなと思います。で、先ほどもお伝えした通り、よく見ると細かな通気口が開いているので涼しいんですね。風通しもいいので、このあたりこそ夏場に適した素材感なのかなと思います。で、素材自体も軽くてあんまり張り付かないんですよね。このあたりも含めて夏には最適な1枚になってるかなと思います。ただ一つだけ心配だったのは、透けないのかなと思った点なんですね。どうでしょうか、皆さん透けてますかね。ちなみに僕は今素肌の上に着てるんじゃなくて、いつも着ているグンゼのインティですね、この上に重ね着をしてるわけなんですが、まあ透けるようなことはまずないと思います。本当に近くで見ると腕の感じが透けてるかなと思うんですが、遠目で見た時の透け感っていうのはあんまり目立たないので、そのあたりは安心していただいていいのかなと思います。で、今回はですね、まずブラックからご紹介したいなと思ってるんですが、黒と一言で言ってもちょっと汗たようなブラックもあれば、深いブラックもあったりするんですけども、個人的にはちょっとこう微妙な黒って好きじゃないんですね。汗感があるんだったら墨黒だとかダークグレーのような色、そういったものは大好きだったりするんですけども、黒なんだけども中途半端に深みがないものがあんまり好きじゃないんですが、こちらはバキッと黒いんですよね。しっかりと深めのブラックになっているので、このあたりの潔の良いですね、色合いもすごく好きですね。シャープな色合いにまとまるし、夏の黒っていうとちょっと重たさもあるんですが、その点に関してはやっぱりこうコーディネートでバランスを取るのがいいかなと思ってまして、今回はコントラストを高めに、下はですね白パンですね。僕はこういった白パンを夏場に履くことが多くて、黒い T シャツを着た時の白パンってめちゃくちゃ相性がいいんですよね。そもそもモノトーンだし、色合いが上半身重たい分下半身でちょっと軽めにしてあげるとすごくバランスがいいので、まあ、ぜひ皆さんもお手持ちの白だとかオフホワイトだとか、あとライトグレーだとか、そういったもののパンツと合わせるのはすごくバランスがいいと思います。あとはベージュ系のパンツだとかミディアムグレーのパンツですね。個人的には結構ミディアムグレーとブラックのこういった T シャツの組み合わせも大好きなので、まあ、ぜひそういった着こなしも実現をしていただきたいなと思います。まあ、最近は僕はですね、白 T よりも黒 T の方にハマっているので、まさにそんな気分にもぴったりな1枚が見つかったかなと思います。これが4000円未満で買えるのは結構ですね、コストパフォーマンスは高いと思うので、まあ、ぜひですね、皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。他にも何色かあるんですが、その中で僕はもう1色買ったのがカーキという色合いですね。これもですね、実際に着てみるとさらに良さが伝わるので、早速着替えてみたいと思います。ジャンプはしません。はい、続いてカーキの方着てみましたが、いかがでしょうか。なかなか色味がいいんじゃないのかなと思います。服って実物を見た時と着た時とイメージが大きく変わるものがあったりするんですね。まあ、ブラックだとかホワイトっていうのはある意味で想像がつきやすいんですが、このようなカーキ色というのは単体で置いてあるよりも実際に着た方が雰囲気が伝わりやすいかなと思うんですね。なかなかいいカラーで、ブラックにはない人との違いが明確に出やすいというところがこの色の最大の魅力かなと思います。ただ誰にでも似合うカラーというわけではなくて、失敗するとやぼったくおじさんっぽくも見えるので、まあ、ぜひ皆さんも実際に試着をしてみて自分に合うかどうかをですね、よく検討してみるといいかなと思います。ただコーディネートでこのあたりの色味をですね、うまく活かすこともできるかなとは思うんですが、まあ、今回このカーキのですね T シャツに合わせたのはもう皆さんもおなじみのブラック系のイージーパンツですね。こちらが上半身がちょっとですね、味わい深い色味ではあるので、ブラックのパンツでギュッと引き締めてあげれば割とですね、バランスは取りやすいかなと思います。あとは先ほど入ったようなホワイトのパンツで清潔感を爆上げするっていうのも一つの手段なので、まあ、どちらかで合わせていただければ意外とこのですね、カーキの T シャツも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、先ほどちょっとお伝え忘れていたんですが、表面にはですね、これ微細な通気口がついてるんですが、それに加えてピシッとした綺麗な感じの素材感というよりは少しですね、凹凸を感じるようなシワが入ってるように見えるんですね。これがだらしなく見えるわけではなくて、着こなしにちょっとこなれ感を出してくれる
のでこの適度な凹凸感っていうのは個人的にはすごくいいのかなと思います。ブラックもいいんですがその点オリーブの方がよりですね凹凸感が綺麗に出てくるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもその感じを楽しんでいただきたいなと思います。ブラックはシャープに見せられて結構いろんな方に似合うと思うんですがこのようなカーキの方がちょっとおしゃれ見えするかなと思うんですね。オリーブだとかカーキだとかベージュこのあたりはおしゃれが好きな方が好んでよく着る色なので、まあ、ぜひ皆さんもですねベーシックな色合いの T シャツ持っていたらちょっと斜め上を行くようなこのカーキという選択肢もなかなかいいんじゃないのかなと思います。価格帯も抑えめだからこそトライをしやすいと思うので、まあ、ぜひこちらもおすすめですしあとは結構ボルドーですね。これはちょっと僕は実物もまだ見たことがないんですが結構いい色なんじゃないのかなと予想しています。やや癖のある色ではあるんですが同じくブラックのパンツだとかホワイトのパンツ合わせていただければこのようなボルドーの T シャツも結構ハマりがいいと思うので、まあ、ぜひカラー展開豊富なので皆さんの中で気に入るものをゲットしながら夏の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。いやー良かったなこの T シャツ。これで価格も4000円ぐらいでサイズ感も今っぽいしなおかつ涼しいしまあいい T シャツだったなということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回は無印良品の新作のですね風を通すストレッチ半袖 T シャツこちらをですね皆さんに全力で解説をさせていただきました。まあ、冒頭にもお伝えした通り夏は暑いですよ。今年はもうちょっとね容赦のない暑い日が続いていますしこの勢いはおそらくですね8月だけではなくて9月以降も続くと思います。そうなると T シャツのバリエーションはある程度あって間違いがないかなと思うんですね。ですので皆さんも今年はちょっとこのようなですね通気性に優れたような T シャツを買い足しながら今のサイズ感も含めてぜひ存分に楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、カラー展開いくつかあるんですが個人的にはネイビーも最初買ってみたんですけどもいやちょっと色味が明るかったかなと思ったんですね。個人的にはもうちょっとダークネイビーの方が好きだったのでこちらのブラックの方を改めて買い直したわけなんですけども、まあ、このブラックでシャープにまとめるかもしくはこのカーキですねこちらで少し色の違いを楽しむかというところで、まあ、どちらかもしくは2枚あってもすごく使いやすいかなと思うのでぜひ皆さんもですね店頭で見ていただくかなかなかですね店頭で見かけることも少なかったですので、まあ、そういった場合はオンラインもうまく使いながら楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド専門ブランドまでの知識はですね僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねこれからまさにそうなんですけどもライブ配信もやってるんですね。普段の動画ではライブやっていないんですがこちらのライブでは皆さんからいただいたご質問にその場でご回答するような形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですねなかなかゆっくりと動画を見れない方のためにオンラインサロンっていうのもやっています。こちらの方では写真と文章ベースでおすすめのアイテムをリアルタイムでどんどんご紹介をしています。僕も毎日更新をしていますし僕以外の専門家だとかスタイリストも記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね気軽に記事を書くことができまして、まあ、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。